リサ・レーモンド、リサ・レーモンド、リザ・レーモンド、1973年8月10日台は、アメリカ・ペンシルベニア州のリスタウン出身の女子、プロテニス選手。長年にわたり、ダブルスの名手として活躍してきた。WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス79勝を獲得し、4大大会では、女子ダブルス6勝、混合ダブルス5勝を挙げた。自己最高ランキングは、 シングルス15位、ダブルス1位。身長165センチメートル、体重55キログラムで、女子テニス選手としては小柄な体格の選手である。1993年5月に、プロ入り。レーモンドはこの年、ウィンブルドン女子シングルス3回戦で、沢松直子を7から5、6から2で破り、続く4回戦でレーモンドは、当時17歳の第7シード、 ジェニファー・カップリアティに6から4、3から6、6から8の逆転で競り負けた。当時のレイモンドはフロリダ州立大学で法学を勉強中の学生プロテニス選手であった。それ以来、レイモンドは4大,大大会のシングルスで安定した成績を維持してきた。1993年ウィンブルドンから2006年全米オープンまでレイモンドが 女子シングルスを欠場したのは1995年普通オープンだけであった。シングルスでの自己最高成績は2000年ウィンブルドンと2004年全豪オープンで2度ベスト8進出がある。ごく最近のシングルス高成績であった2004年の全豪オープンでは3回戦で長期の故障から復帰してきたビーナス・ウィリアムズを破って注目を集めたが準々決勝で スイスのパッティシュナイダーに6から7、3から6で敗れた。女子ダブルスのキャリアグランドスラムを完成させた2006年、全仏オープンではシングルスは1回戦で第12シードのマルチナ・ヒンギスに敗れている。リサ・レーモンドはダブルスの名手として多くのタイトルを獲得してきたが、長年にわたって息を合わせてきたパートナーはオーストラリアのレネスタブスであった。 レイモンドのダブルス初優勝は、1993年9月、第4週に、日本の、日霊レ,レディースで、同じアメリカのチャンダルビンと組んだ勝利である。1996年からレイモンドは、レネスタブスとのペアで優勝が増え、ダブルスの達人としての道を歩み始める。1993年の日霊レ,レディースから始まり、毎年2月に、東京体育館で行われる、 トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメントのダブルスでも2001年2002年2006年2007年2011年の5度、優勝がある。レーモンドとスタブスは、ダブルスでパートナーを組んでいた間、私生活でもレズビアン関係にあった後に、スタブスが明らかにした。他のダブルスパートナーでは、リンゼイ・ラベンポートとペアを組んだ優勝も多く、ダブルスで、 現役復帰したベテランのマルチナナブラチロワと組んだ優勝も二つある。ナブラチロワとレイモンドは2004年アテネ五輪のアメリカ代表選手としてペアを組んだこともあった。2005年から2008年までレイモンドは大半のトーナメントでオーストラリアのサマンサ・ストーサーとペアを組んだ。レイモンドとストーサーの組は同年の全米オープン女子ダブルスで優勝を飾り、 2006年の全豪オープン女子ダブルスでは中国ペアの定期予選同祖村崎組に敗れて準優勝になったが全仏オープン女子ダブルス決勝で杉山愛とダニエラ・ハンチコバの組を6から3、6から2で破って優勝した。デーモンドにとってはこれで女子ダブルスのキャリアグランドスラムが完成したことになる。2009年はクベタペシケと組2010年は再び レネスタブスと組んだ。2011年は3月までは、ユリアゲルゲスト組んだが4月からは、リーゼル・フーバーと組むようになる。2011年全米オープンでは決勝に進出し、バニーア・キングヤロスラはシュー・エドワー組を4から6、7から6、7から6で破って優勝し4大大会女子ダブルス6勝目を上げた。2012年4月には、フーバーと並んで、 ダブルスランキング1位に返り咲いた。38歳での1位復帰は、シングルス、ダブルスを通して、最年長である。2012年ウィンブルドン選手権混合ダブルスでは、マイク・ブライアンと組んだ混合ダブルスで決勝に進出。リーン・ダー,パー・パエスエレーナベス・にナグミを6、3、5、7、6、4で破り優勝した。ロンドン・五輪にも出場し、リーゼル・フーバーと組んだ女子ダブルスでは準決勝で、 チェコのアンドレア・フラバー・チコワルーシー・ハラデツカ組に敗れた後の銅メダル決定戦で、ロシアのナディア・ペトロワマリア・キジレンコ組に6から4、4から6、1から6で敗れたが、マイク・ブライアンと組んだ混合ダブルスでは準決勝で、ベラルーシのマックス・ミヌイ&、ビクトリア・アザレンカ組に敗れた後の銅メダル決定戦で、ドイツのクリストファーカスザビーネリシキ組に6から3、 4から6、10から4で勝利し、銅メダルを獲得した。レイモンドは2007年2月のメンフィス大会を最後に、女子ツアー大会のシングルスから撤退し、2015年までダブルス専門で活動した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。